ビダグエラは、キューバ出身のアメリカ合衆国のグラマーモデル。ビダグエラ、ビダ、ゲラ、ビダゲーラ等の表記も見られる。2002年12月号のアメリカ版 FHMC への登場がきっかけとなり、その後多くの男性誌のモデルを務めた。キューバのハバナで出生後間もなく、家族と共にアメリカ合衆国に移住し、その後ニュージャージン州のパースアンボイに腰を打ちつけた。 成長の過程でファッションショーや水着のモデルを務めミュージックビデオにも出演した。彼女の名を全国区にしたのは前述の FHMC2002 年12月号におけるランジェリー特集であった。同志によれば出版後に寄せられた読者からのメールのほぼ3分の1が彼女の写真をもっと掲載するよう要,要求するものであった。彼女は再度出演依頼を受け、 2004年には FHM 氏のモデル・オブ・ザ・ヤーに輝いた。以来、ラブ、スムーズ、エスケープ、オパマアイズ等の多くの雑誌に登場、しばしば表紙も飾っている。またグエラは、娯楽ゴシップ番組、エル・ゴード、ワイラ・フラカ等のスペイン語のテレビ番組にも何度か出演している。そして、ネリー、ピー・ディディ、マーフィー・リーによる2003年の映画。 バッドボーイズ2バットのサウンドトラック、シェイクやテイルフェザーやカニエ・ウェイスト2004年のデビューアルバムザ・カレッジ・ドロップ・アウトからシングルカットされたザ・ニュー・ワーク・アウト・プラン、フランキー・ジェイがベイビー・バッシュとコラボした2005年のオブセッションなどのミュージックビデオにも中心的役割で出演。さらにバーガー・キングのテンダー・クリスプ・ベーコン、チェダー・ランチの CM やスケッチコメディ番組、 シャペルズ賞人にエピソード2006年の映画ビバディ・ヒルズ大学白書オアチーノはお好きに出演。テレビゲームスカーフィスザ・ワールド・イズ・ユアーズには声優として出演している。2005年4月の報道によるとグエラのカメラ付き携帯電話はクラッキングされ何十枚ものヌードも含む写真がインターネット上に流出した。グエラによれば これらのヌード画像は携帯電話に保存されていた本物の彼女の平たいの画像に別の女性の裸体を合成したものである。しかし彼女が所属するレコードレーベルの社長はヌード写真はグエラ本人のものであり彼女が宣伝活動のために恋に流出させたのだと主張した。グエラはこの事件によってレーベルから解雇された。グエラは2005年の FHM の最もセクシーな女性トップ100の投票で26位に選ばれ、また二度にわたり、同志の最高のバット賞に輝いた。彼女は自身の水着カレンダーと DVD、ビーダーゲラ、エクスポズドをプロデュースしている。プレイボーイ2006年7月号は、グエラ初の公式ヌード写真を掲載した。彼女は雑誌のために脱ぐ決意をした動機の一部は、 カメラ付き携帯電話事件であり、自分の本当の裸を人々に見てもらうことを望むと語った。グエラのデビューアルバムからの最初の曲、夕方目は2006年11月2日インターネット上に情報漏えいされた。2008年7月、ジェイス・ホールショーのインタビューで自身のリアリティ番組、リビン・ザ・ロー・ライフについて語った。私は最初は、それが好きではなく、 冷めていました。しかし、最初のシーズンを終えた今は、実は一台でに入れようと思っています。グエラは、菜色主義者である。菜色主義に関して彼女は、私は本当に健康であると感じています。それは、私の肌の状態を含む多くの部分に、機能しています。と述べている。ありがとうございます。